あとさ、ブラッシングとかしてます？はしてないです。はい、はい、じゃあ一緒に見ましょうか。このね、口の中見るとね、若干黄色いけど下は白い。この歯茎の色ね、はい、ごめんねごめんね、歯茎の色見して。歯茎とか舌の舌の色とかね、もうちょっと赤みかかったピンクです。健康な子はだからやや貧血気味で、栄養のバランスも良くないのか、それとももともとこの子に問題があるのか。でまあちょっと健康チェックをつけてもらって、あのちょっとあんまり芳しくなかったら検査、レントゲン検査ぐらいならできるから、まあ次回かその次ぐらいに取るかもしれません。今日はとりあえずちょっと診察だけでいきますね。で、あとね、はい、ちょっと待って、はい、どうやった、これかミックスしたやつね。これもう一個出して、で、ブラッシングしてください。これをね、一個ね、これ人間用のウェットブラシ、薬局とかアマゾンで1000円前後で売ってますから、はい、1個買ってください、はい、でこれでさ、手のひらちょっと出してください。痛くない、痛くない。こういうのでね、要は半年過ぎるとすごい毛が抜けるでしょ、はい、でそこからブラッシング始めとったんで遅いんですよ。まあ毛がそんなに抜けない時からこういうのでな、はい、でこういう優しいので慣れたら、今度はこれ猫の猫の口ね、目の細かいやつ、こういうのでブラッシングしてあげると、ブラッシングにならしてあげるとか。でブラッシングすると痛みが良くなるだけじゃなくて、皮膚が刺激されるから血の巡りが良くなってくれるから、皮膚病も早く治ってくれる可能性があるし、健康にもいいかなと思うん で最初から痛いのでやるとね、嫌がっちゃうから。でこれもあれですよ、付けの基本使って、こういうやつでご褒美あげて褒めながら、保湿 T3 かけてからブラッシングして、ご褒美あげながらまたブラッシングすると、そういうこともやってあげるといいかなと思います。ちょっと履いていこうか、だから上はやや黄色でも完全な黄色じゃないですもんね。で下はもう白いですね。でももしかしたらチマシの食べが少ないかもしれないよね。60もペラッと食べてたらもうお腹いっぱいになっちゃうもんね。60食べます、本当にこの子30。残してました、残してます、うん、だよね、60もさすがに食べないような気がするんだけど、はい、じゃあいいっすよ、はい、じゃあその子のカゴに入れましょうか。あ、まだあった、まだあった、もう一回出しようか、もう先週3回もう一回言いますよね。今から赤い光当てます。100の1分で鼻と、はい、あの手と体の全体、はい、よし、リスタートにして、はい、